バンハーン・シラパー・アーチャーは、太陽国の政治家、実業家、首相を務めた。多額の資産を持ち、政界で影響力を行使したことから、歩く ATM という異名を持つ。資産は33億6900万バーツ。2007年下院選挙の盾看板バンハーンは、中国移民の息子に生まれた。地元のスパンブリー県で建設業、セメント工場、 印刷工場、石油化学工場等を経営して財産を築いた。チャーとチャーイラが設立した国民党に参加し、1976年にスパンブリー県選出の会議員となる。1980年から農業省、運輸通信省、工業省、財務省、内務省を歴任、1994年に国民党党首となった。 1995年7月の総選挙で国民党は第1党となり、バンハーンは7党連立政権の首相に就任した。バンハーン内閣は民主化への道を模索するとともに、第5回アセアンサミット ASEM 会議長国として外交面では一応の成功を収めた。だが、経済の停滞や度重なる汚職疑惑により国民の支持を失っていった。 1996年9月、内閣不信任決議案審議の後、バンハーン内閣は解散総選挙に追い込まれた。選挙は接戦の末に副首相兼国防省のチャワリット率いる新規暴頭が第一党となったため、バンハーンはチャワリット内閣に政権の座を譲った。首相辞任後も国民党党首を引き続き務め、国民党は タクシン内閣の2001年から2004年にかけては、与党、2005年の下院選挙でタクシン派の対愛国党が議席の大半を占めた後は、野党となった。2006年の軍事クーデターでタクシンが失脚した後は、タクシンと距離を置くような発言をしていたが、出直し選挙後にタクシン派の人民の力党が第一党となるや、タクシン派のサマック内閣。 ソムチャイ内閣で国民党は与党となった。2008年12月には大憲法裁判所から2007年下院選挙における選挙違反を咎められて国民党回答命令と同時に5年間の賛成権の停止の措置を受けた。ただその後は反卓新派のアピシット内閣で与党となった対国民開発党の顧問として指導者的立場となった。 このように少数政党の党首としてキャスティングボートを行使して内閣を渡り歩いたことから正解を巧みに泳ぐよう、またその掴みどころの無差を表して政敵やメディアからうなぎと呼ばれるようになっていった。2010年3月と同年4月にバンコクにある指定前に手榴弾が投げ込まれて爆発するという事件が起きている。本人に怪我はなかったものの、 負傷者が出た。2016年4月23日、バンコクで83歳で死去。バンハーンジャムサイタワーバンハーンは、地元の選挙区であるスパンブリー県に強い地盤を持ち、選挙に強いことで知られる。と同時に、地元の選挙区であるスパンブリー県に、様々な公共事業を誘致し、発展させてきたことでも知られ、街には、 体育指の中央分離帯と街路樹を備えた広い道路が多数存在している。また、スパンブリー県にはバンハーンの名前を冠した施設が多数存在している。中でも特筆すべきものとして、チャルームパッタララーチーニ公園内のバンハーンジャムサイタワーが存在する。 このタワーはバンハーンが主催する財団によって、シリキット王妃の60歳の誕生日を祝って1992年に建てられた。このタワーはタイで最初に作られたタワーであり、高さ123.25メートルを誇る。観光名所としても知られており、タワーに登って、あたり一面を一望することができる。ありがとうございます。